裏方でもいいからこれねやりたいと思ってるんだよって言って、まあ、結局主演やってるんですけど、ちょっと待って、ちょっとやるつもりなかった。結構おやりになるんですよ。さあ中井さん、まずはご挨拶お願いします。はい、仕事始めて42年になりますが、初めてこの賞をいただくことができました。撮影中本当にドンピシャコロナ禍だったもんですから、出演していただいた皆さんやスタッフに本当に堅苦しい思いというか、とても辛い思いをさせてしまったなというふうに思っています。でもこういうふうに賞をいただけたことが何よりもみんなに報告できる報いになると思います。本日は本当にどうもありがとうございました。おめでとうございます。まさかこの映画の世界の、こういう晴れの日のステージに、落語家として上がるとは夢にも思いませんで、分からないといけないので、とりあえず一番いい着物を着てまいりました。キースさんのおかげで本当に素晴らしい映画になって、本当に幸せ者の新作落語大概の道と、はい、なりました。中井キースさんには本当に、感謝でございます。我が落語界の方から、賞を差し上げたいなと思うぐらいのものでございます。立川談志賞などはどうでしょう。嫌でしょうか。今回この大河の道は中井貴一さんが先ほど主演男優賞ダブル受賞をされております。せっかくですので今一度中井さん、どうぞご登場ください。花束を持っての登場でございます。即 OK を出されたんですか、映画化に関しては。いや、そんな OK どころか、そんなやっていただけるんならもう本当にこんな嬉しいことはないと思ったんですけど、ただ中井さんはこういう方ですので、割とこう謙虚に謙虚に、僕が別に何もやりたいとかそういうことよりも、これはね絶対やらなければならない映画なので、もうスタッフでも構わないし、僕ね裏方でもいいからこれねやりたいと思ってるんだよって言って、まあ、結局主演やってるんですけど、いや本当やるつもりなかった。やるつもりなかったんですけど、なんか最終的になんか本打ちやってたらやった方がいいんじゃないですかって言われて、やらせていただきまして、よかったじゃないですか。よかったです。それはそうですよ、今だからそんなことが言えるんですよ。中井さん主演でよかったですよね。ありがとうございます。志の輔さんは他にも歓喜の歌というママさんコーラスの落語が映画になっています。ご自分の落語が映画になるこの面白さ、難しさ、楽しさ、どんなところありますか。いや、僕ら自分が一人が面白いと思ってて、夜中にコツ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 書いたのをお客様に試してみて、そしてお客様が笑わないところを削っていきながらどんどん作っていくしかない落語という座布団の上の、芸なんですけど、これが一つの脚本に何百人の方々が全部その脚本に向かって、そして監督さんの指示によって動くという、たったわずか10秒のカットに40分50分ライティングして、それでこれ何をしてるんだろうと思って、それでやっと監督さんが「よーい、はい、はい、OK、はい、次」って、お前たち何してるんだよっていうぐらいによそ者は本当にすごいエネルギーですもんね。確かに師匠参加されてますもんね、この作品ちょこっとね出てらっしゃいますもんね。でしたか。こうおっしゃってますけど、あそこ志の輔師匠の出番はワンシーンワンカットなんです。その場で急に監督がワンシーンワンカットで結構おやりになるんですよ。淡々ともう本当に全てを持っていくように演じられるので、本当に感服いたしました。はい、